突然ですが、ダラッと格闘雑談チャンネルの時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは、ジェンガやりながらかな。昨日といえば、私的トップニュースはこちら。ストラッサーキー選手。ここのカレー好きやけど、やっぱりカレーはお腹にドシッと残る。それに比べて自炊、かっこ玄米はお腹にドシッと来ない。当分カレーはお預けということで、と。ここのカレーっていうのは丸の屋さんというところのものなんですが、先日このようなツイート、私の方でも紹介させていただきまして、当分カレーはお預け、玄米で、さらにその後、昨夜は夜飯抜いて体重調整、目標の85キロに、この1日は大きい。体重管理は我ながら素晴らしいと思う。朝のメロンパン染みたわ。はい。で、厳重な体重チェック。そしてストラッサー・キース選手がまさかアンパンマンの世界で言うとメロンパンナちゃんだったっていうね。はい。それほどメロンパン好きですから。で、昨日ですよ。インスタのストーリーに、スーパーで買ったコロッケパン、卵パン、想像を超えて美味しい。20個くらい食べたい。次、食べれる時期来たら、どんだけ食べれるか挑戦したい。ということは、今は食べれない時期ってことですよね。何やら大阪の方で大会があるとも聞きますし、それでしょうか。試合決まってたらめちゃめちゃ嬉しいです。他にどんな選手が出るとか全くわかりませんが、今のうちから言っておきますが、応援コードはストラッサー圭一選手でよろしくお願いします。はい。ちょっとね、気が早すぎる気はしますが。見当たらないと思ったらメロンパンナちゃんでお願いします。はい。肌の色はカレーパンマンなんですが。こちらは、ライジン公式よりアップされた、ライジンランドマーク2舞台裏インタビューになります。まず、トケシ浩平選手。私、色覚異常ありで、色わかんないんであれなんですが、紫色でよかったのかな。かっこいい独特のジャケットを着ておりましたが、これは中学校の同級生の子がやってるブランドの服で、2月1日からそれが始まったので、タイミング的にもちょうどいいと思い、前回の試合では1回死んじゃってたんで、これを着て生まれ変わるという気持ちで着てきていますとのことでした。そういう理由があったようです。トケシ選手、前回大原樹里選手との試合の時は、総合の練習が3週間しかできてない中での本番だったようです。そしてトケシ選手は、正直ライト級のベルトが欲しいわけではなく、ライジンファイターのトケシだよねと言われるような成績だったり、戦い方だったりを見せつけたい。あくまでもラウェイファイターなので、それでラウェイの価値を高めていきたいというのがモチベーションのようです。そして、盆栽柔術の鈴木匠選手、記者会見でクレベルに同階級のチャンピオン、サトシ先生に勝ちますって言ってこいって言われましたと語っておりましたが、鈴木選手、サトシ先生とはいつも練習してて勝てないのは分かっているので、盆栽柔術の番人になれればいいのかなと思ってます。先生に挑戦するのはまだおこがましいというのは分かってますと、対戦相手のアキラ選手のイメージを聞かれて、そこはいい体してる。まさに腹筋ゴリラ、と。そしてそのアキラ選手、記者会見では強気な発言も多かったですが、スイッチオフ状態はめちゃめちゃ喋り方優しいです。本当に心優しいんだなというのが伝わってきたと思った人も多いと思いますが、しかしながらこちらは最終的にはサトシ選手の首を狙っていきますと、そしてかつての師匠でもある、五味隆典選手については、以前一度対戦要求をしておりましたが、そちらもいずれ五味さん越えをしたいと語っておりました。で、会見では失神系をさせてやるを連発していたアキラ選手でしたが、この舞台裏で、鈴木選手の印象を聞かれ、遠目でもわかる髪の色をしていて、今日も駅の改札で、あ、鈴木選手だ、と一方的に目撃して、すぐわかりました。と、はい、ダラッとアキラ雑談チャンネルのようなちょっと横道にそれたような返答だったのですが、そんな鈴木選手との試合への意気込みをお願いしますと言われ、アキラ選手、この質問はスイッチオンになりますので全員失神KOさせますと。そしてこの大会メインを務める平本蓮選手登場しまして、今の気持ちは試合ができるってことにすごい興奮している、ファンにすごい待たせた、その分最高の試合を必ず見せます。対戦相手が鈴木千尋選手なことについては、去年対戦相手が決まらない、ゴールが見えない中戦ってきて、やっと目の前に決まった相手が出てきたので、萩原じゃなかったけど、
鈴木千尋で面白い試合になるので MMA を見せます。萩原とやった時には打撃しかなくて希望がそこにしかなかったが、今は投げることも決めることもできるし、投げさせない強いディフェンスもあるし、総合格闘技を全体的に見せて KO したり一本取りたいとか思わずに、どの展開でも気づいたら倒しちゃったっていう展開に必ずなると思います。そして今回のセコンドにセルジオ・ペティス選手などは来ますかに対しては、来てくれれば心強いが、今の状況は国としての問題なので、最悪来れなくても今新しいチームでいい風にできているので、その心配はない。警部でいいトレーニングを詰めてる実感がある。アメリカで教わってきたことを補足で石渡さんが日本語で解いてくれてる感じもあるので、自分の強さを見せれると思う。そしてアメリカに練習に行って、日本との一番の違いは MMA は MMA だなっていう、でもそれは行かなければわからない。ただその部分でだいぶ肝が据わった部分はある。絶対倒すという決まった感じではなく、いつも通り自由な感じで見せたい。この試合が終わったらまたすぐアメリカへ戻りたい。自分のレベルアップのため、世界1位になるにはアメリカに戻らないといけないと肌で感じているんで、ここで一気に景気づけて、ライジン今年欲を言えば 3,4 試合、最低でも3試合はやりたいと。そしてラスト、ファンにメッセージをと言われ、すごい待たせた。俺も楽しみだし、ファンはもっと楽しみだろうし、しかも今の僕のファイトスタイル何も知らない状態だと思うんで、ようやく待ってよかったっていう新作の試合を出しますよとのことでした。はい、私的にこの平本蓮選手のアメリカと日本の一番の違いはの質問に対しての、実際に行ってみなければわからない、肌で感じてみなければわからない、ここに昔からすごい興味があって、英語、外国語とかでも急にハマって理解できる瞬間とかあるって聞きますし、親が子供にマナーとかルールの大切さを教えて本当に理解できるかどうかって、自分がやられて嫌だったりとか、やっぱ経験に起因すると思うんで、それを口だけで分かってもらおうというのは無理なんですかね。目の見えない人に空の青さをどう説明すればいいんだじゃないですが、やっぱ百聞は一見にしかずで、でもそれが口や文章だけでね、本当の意味で理解できたりさせることができたら、もっと早く成長ができそうな気がするんで、どうにかそのようなシステム構築できないかなっていうふうに考えてるんですが、今のところちょっと答えは思い当たっておりませんが。そして対する鈴木千尋選手、キックボクシングの試合で強敵タップロン選手を1ラウンド KO しましたが、どういう気持ちであの試合に臨んだかというと、山本空選手との試合で判定で勝ってしまい、 KO しない自分を反省し、次は倒さなきゃダメだとプライドが許さなかった結果ですと。なのであの判定の試合20-30点、僕が雷神から呼ばれている理由は相手を倒すからだと思っていると。そして平本蓮選手の印象は、 K1 の時試合を見たことがあるが、打撃がめちゃめちゃうまい、才能という言葉で片付けるのは良くないが、試合の作り方なども含めてそういうものが人より倍優れていると思う、桁が違う、どんな試合になると思うかに対しては、必然的に打撃勝負になると思う、打ち合い。そして同じ大会にデビュー戦で戦った庄司選手が出ることについては、再戦についてはいつか流れでできればいいが、お互い勝ちましょうと思いますと。そして最後にファンの人にメッセージと言われて、今回は一本か決めるかどっちかで勝つ、そういう自分を見せますと。これ鈴木千尋選手は1ラウンドから打ち合いに行きますね。ただ庄司選手との経験があるんで、距離などの設定などは以前より慎重にした上で、朝倉未来選手はごちゃごちゃの展開になったらフィジカルで勝る鈴木選手に分があると言ってましたし、平本蓮選手も練習してきたものがほぼそのような反射神経での展開になった時に1年ぶりの試合でしっかり出るのか。ただし K1 の時は打ち合い上等でめちゃめちゃ強かったですよね。本当にどっちもベットしてるものが大きいので、手に汗握る試合になりそうですね。そしてラスト、榊原社長登場で、平本蓮は幻想だけはこの1年ちょっとで、
どれぐらい成長しているのか、アメリカでのトレーニングは本物だったのか、どうなのかも見えるし、鈴木千尋もこの間いい勝ち方をしてガンガン行くんでワクワクするいいカードなんじゃないかと思う。そしてライジンランドマークは現在3試合発表できているが、あと2試合追加で全5試合組んでいきたいと思っていますとのことでした。そしてこちらはライジントリガーの方なんですが、2月23日ライジン公式より追加対戦カード発表されました。キックボクシングルールになります。建設会社を経営する正成選手とアマチュア21戦21勝、プロ転向後も3戦無敗と快進撃を続ける地元静岡出身の松井大輝選手ということです。そしてこちら楽しみにしていた人多いと思いますが、中井凜選手や杉山静香選手も出場するディープジュエルズ、新設されたフライ級のトーナメントの組み合わせの抽選会、日曜日に行われたものが、結果は極秘裏のまま動画は昨日火曜日にアップされました。さあ1回戦から中井凜選手と杉山静香選手は当たってしまうのか、そして期待の新星レスリングエリート花子選手は誰とぶつかるのか、楽しみなところですね。まず佐伯社長のルール説明、1回戦が終わった後はまた抽選をやりますとのこと、山組じゃないよということですね。そして今回の抽選方法はまず全8選手ですので、1から8番の紙を1人ずつに配るのですが、1から4の紙を AACC と MeWe の選手に配り、5から8をそれ以外の選手に配る。そして番号札順に A から D の対戦の枠に入っていくものとなっております。これは AACC と MeWe 所属の選手が2名ずついるというところからの配慮で、例えば先に AACC の選手が A に入り、次に他の AACC の選手はその A に入って対戦してもいいし、別の対戦枠に入ってもいいですよという気遣いからになりますね。つまりこの2ジム所属の選手は自分のジムの選手とやりたくなければ1回戦では対戦しなくていいという、とても考えられた方式になっているということです。ちなみに AACC 所属の選手は元自衛官の TA 選手とマッスル居酒屋で働くミッコ・ニルバーナ選手、 MeWe 所属の選手は杉山静香選手とディープフライ級暫定王者藤田大和選手の姉藤田翔子選手になります。ちなみに1から4の番号の選手と5から8の番号の選手はそれぞれにじゃんけんして勝った順にその札を引いて順番を決します。1番の選手からブロックに入っていくと。はい、で1回戦目決まった順番に行きましょう。まずミッコーニルバーナー選手 VS 杉山静香選手ということで、中井凜選手 VS 杉山静香選手とはなりませんでしたね。ミッコ・ニルバーナ選手は画面に向かいダブルピース、そして藤田翔子選手 VS 中井凜選手ということで、はい、ここで決定いたしました。中井凜選手に笑顔なし、真剣な表情、そして TA 選手 VS 加賀谷香乃選手で、ラストスモーカージム栗山葵選手 VS 花子選手、花子選手、金太郎選手、北方大地選手などと同じファンクラス大阪稲垣組所属だったのですが、フリーと表記になってましたね。理由は分かりません。そしてそれぞれ一言ずつということで、まず中井凜選手、私は優勝して当たり前だと思うので落ち着いてゆっくりやりたいと思います。対する藤田翔子選手、どうせだったら強い選手とやりたかったので、私は中井選手でも杉山選手でも誰が相手でも倒すつもりで行くので頑張ります。続きましてミッコ・ニルバーナ選手、杉山選手は私が格闘技を始めた時すでにトップで活躍していた選手で、トーナメントを抜きにしてこの選手と戦えて嬉しいです。ですが勝ち上がるのは私です、よろしくお願いしますと杉山静香選手に頭を下げるも、杉山静香選手は真顔、微動だにせず、これが1回戦目ではあるんですけど一個一個決勝戦のつもりでやります。そしていい試合をして勝ったら準決勝と決勝で1日2回戦うのは初めての試練ですが楽しみですので、しっかり準備をしたいと思います、応援よろしくお願いしますと。栗山葵選手、同門ではないんですけど
花子選手とは大阪で最近練習していたので当たったのはびっくりですけど、お互い成長して高め合って面白い試合をしようと思います。花子選手、栗山選手とはいつも練習をしているんですけど、リングの上では関係ないので、そこは強気で初戦頑張ります。 T 選手、次の試合でプロ4戦目になるので、前回負けたので勝って次に進めたらと思います。加賀谷香乃選手、前回負けているんで今回はしっかり強くなったところを見せられるよう頑張りますとのことでした。なおですね、49キロ契約でワンマッチで対戦予定だったパクシウ選手と古賀愛羅選手の試合、新型コロナウイルス感染で延期となっております。そしてこちら、中井凜選手のその後のツイートなんですが、葛飾区亀有 MMA ジム K クラン様で練習させていただきました。とてもいい練習になりました。横田代表大変お世話になりありがとうございました。横田代表もチャンピオンでしたが、コーチとしても数々のチャンピオンを輩出した横田代表の素晴らしいジムです。練習してくださった方々ありがとうございます。横田代表は立派でいい人でした。よくしていただきありがとうございます。プロ練は商売本位ではなく、強い選手を育てる中身のあるいい練習をしていると思います。強くなりたい人は K クランに行ってください。牛久潤太郎選手や伊沢聖果選手なども所属しておりますね。東京に住み練習したいです。資金がなくてできません。誰か滞在費を出してくださいませんか。 K クランまた行きたいですとのことですので、興味ある方は中井凜選手のツイッターからなどちょっと辿ってみていただきたいです。そしてこちら、芸人の霜降り明星の粗品さん。以前から那須川天心選手とは交流があることは知られていて、お互いちょっかいを出し合っているような仲ですが、那須川天心が俺のことを舐めとるというタイトルの動画出しております。内容は、粗品さん、那須川天心が天心語録という本を出した。1400円、高いので、それもらってまだ読めてなくて、で、この本をいろんな著名人に送っているようで、この本の1ページ目に天心さんから直筆でメッセージが書いていて、それを著名人の方らがインスタに上げていて、それを天心さんも引用してるというのが今あって、じゃあ俺にもなんか書いてくれてんのかと思って見てみたところ、このようなメッセージが送られていたようです。粗品へ、カントン先輩、早く髪切れや、これからも仲良くしてな。このカントン先輩は、股間を堀井翼選手も種類は違えど手術したいと言っていたやつですね。古くは水道橋博士がそれの公開手術をしたことでも有名ですが、粗品さん曰く、ここ半年ぐらいで急に那須川天心さんとは仲良くなりまして、僕年上なんですけど、タメ口使ってきて生意気ですよね。殴り合いしても僕が勝つんですけど。で、ここでこの本の内容を那須川天心選手に許可取ってあるんで紹介しますと。でも当チャンネルは許可取ってないんでここは飛ばしますが、その内容に対して粗品さんが、あんたメイウェザーにめちゃめちゃ負けとったかな、なんやこれ、というセリフはありました。そしてここで繰り返し、値段が1400円で激高なんですよ。でも一つぐらいいいのを紹介して終わりますと言って本をペラペラ見て、ナイスねと言って終了です。那須川天心選手はそれらに対して、粗品、あんただけは絶対許さねえとツイートした後、そこに、敬語ルール忘れてた、粗品さん、あなた様だけは絶対許しませんと投稿しております。そしてそんな那須川天心選手 VS 武尊選手の6月のビッグマッチ、もし3ラウンドなんかになったら、特に那須川天心選手はポイントアウトをするんじゃないかなんていう声もちらほら聞こえてきますが、それに対してか、那須川天心選手のお父さん、てっぺんジム会長、このようなツイートしております。6月 KO で必ず倒すと決めた。その思いを形に変えてきたことが天心の最大の魅力。今日のパーソナルで久々に俺に伝わってきたよ。 KO するときは試合前に俺にはわかるんですよ。俺もその気持ちに全力を尽くす。皆様の期待に応え、6月本来の那須川天心を必ず見せます。押すとのことです。そしてこちら、萩原恭平選手の話題行かせていただきたいのですが、こちら一つ訂正どころか大チョンボ。昨日フェルナンド選手が萩原恭平選手に対戦要求ツイッターでしたと紹介させていただいてしまいましたが、
これ全くの間違いで、フェルナンド選手はむしろ萩原選手や金太郎選手と仲の良い選手ですね。なのでタイトルのところにもそのように入れてしまいましたので消去させていただきました。申し訳ございません。そして萩原恭平選手、今年は最低でも5試合はやりたいな、早く俺の試合決まってくれとツイートをしたところ、一般の方がですね、萩原恭平選手の写真半分と、パラエストラ柏所属で牛久潤太郎選手のベルトにも挑戦した神田光也選手の写真を半分に貼り、見たいですとツイートしたところ、それを神田光也選手本人が引用リツイートしまして、相手未定と聞いたもので、と、萩原恭平選手戦に名乗りを上げた形になりました。皆さんどうでしょうか、このマッチメイクは。萩原選手は実力者である神田光也選手を倒せば格闘ファンにもかなり認められてくる部分もありますし、神田光也選手としては復帰戦で、さらに知名度抜群の萩原恭平選手、私としてはかなりいいマッチメイクかなというふうに思いましたが、そしてこちらは最初にちょこちょこありましたが、その後武田浩二選手がルイス・グスタボ選手に対戦要求いたしまして、それに対してルイス・グスタボ選手は人を介してですがファイトマネー出るならもちろんやってもいいよという流れになっておりまして、その続報になりますね。ルイス・グスタボチャンネルツイッター公式です。アットをつけたメンションから始まっております。コージ、武田浩二選手あなたに言ってますよと、今度の日曜日インスタライブにお邪魔させてもらえますか、日曜日というより月曜日の0時になります、その時間は通訳がいます、要件は短いので5分足らずになります、お互いに言うことはただ一つ、今度戦おうです。補足ですが、キラーが OK したということです。キラーはルイス・グスタボー選手のことになります。武田浩二選手はそれを引用リツイートして、わかりました、その時間インスタライブやるので来てもらえればと思いますと返しております。でさらにルイス・グスタボチャンネル、その後にキラーは日本のファンの前で戦いたいみたいなんだけど、武田選手とキラーがアゼルバイジャンで相まみえるなんてワクワクしかない、今後海外のランドマークで日本選手が世界の未知の強豪と戦うのか、パトリッキーのチームにも強いのがゴロゴロいる、ナンバーシリーズよりも面白いと、ここまで2人が合意できていて、運営が試合を組まない可能性っていうことももしかしたらあるんですかね。私は見たいマッチメイクですが、そしてそんな武田浩二選手、これ4日前なんですが、黒有志選手ヘアーとしまして、新しい髪型公開してくれておりまして、この黒はね自身の肌の色で、あとは有志選手と同じような金髪よりさらに白っぽく色を抜いた髪型ですね。これを画像を添付してツイートしてくれていて、でそれが昨日ですね、有志選手引用リツイートして似合ってると返したところ、武田浩二選手はありがとうございますと、このようなここ交流あるようです。さらに武田浩二選手は姪っ子誕生、ついに俺もおじさんか、姉ちゃんおめでとうと、本当におめでとうですね。姪っ子一個めちゃくちゃ可愛いですからね。でも自分の子供だったらどんだけもっと可愛いんだと思いますが、責任も伴ってくるのでそこは大変だなというふうにも思いますが、そしてこちらはホワイトリバーダークランド、今はダークついておりませんが、白川陸斗選手、右肘の変形性肘関節症、過去野球などで痛めた肘を放っておき、そこをかばうような動作をし続けてきたことで、肘周囲の骨が変形してしまい、肘から手首、指の方に通る尺骨神経を圧迫し、肘が曲がらなくなったり、力が入らなくなるという症状で、手術をするとおっしゃっておりましたが、無事終了したという報告をしてくれております。右肘を切って癒着してた尺骨神経をずらすという手術をしたそうです。ちなみに癒着というのはくっついていたということで、顔にできるエクボも癒着だと聞いたことがありますが、ライジンのドクターに手術してもらったそうで、心強かったと言っておりました。でレントゲンと削った骨をもらって帰ってきましたとし、まずレントゲン見せてくれたんですが、術前骨にコブのようなものがいくつかできていたものがなくなっているのですが、まだ少しうっすらデコバってるところがあり、それは削りすぎると可動域が行き過ぎてしまい、逆に悪い状態になってしまうという可能性があるという、この手術を何度もしている先生ならではのものなのか、まあコツのようなものがあるからだそうです。そしてホルマリン漬けにされた骨も見せてくれましたが、まあ骨といっても白くなくて茶色っぽくなっていて、量もすごくて、
夕飯で言えばあとちょっとなんだから全部食べなさいって言われるぐらいの量っていうんですかね、はい、歯で言えば10から15本分ぐらいですかね。で現在はまだ三角筋で腕をつった状態での出演で自由に肘が動く状態ではないと、1ヶ月は絶対安静、それからリハビリをしていく。肘の可動域は良くなったが尺骨神経の影響を受けて左手の指が伸びきらないという症状は長年かけてなってしまったものなので治りきらないとのこと。指も曲がったままなので指さすのも ET 状態になってしまうとのこと。そして3月の中旬から体を動かし始めて、スパーリングは4月から。でもこの間で今まで培ってきた筋量も落ちると思いますが、またコツコツやっていきますとのことでした。そしてこちら、平達郎選手と岡田亮選手の、平達郎選手が UFC と契約が決まった後の YouTube ライブになります。見たかったのでアーカイブ残してくれてありがとうございます。まず平達郎選手が練習でチンチンにされている UFC フェザー級ファイターの冷蔵庫野郎、彼から一本取るまでこの旅は終われないと語っておりましたが、見た目は首が太く手足も短く、ここまでは今まで出ていた情報だったのですが、追加情報としまして声が高く Hi! Congrats! といった感じらしいです。だんだん特定が進みそうですかね。村田加奈子選手も以前この二人が今お世話になっているエクストリームクートアジムで練習していたこともあるそうです。そしてマネルケープ選手とも同ジムで練習しちゃっているが、決まったら関係ないと、これは以前の動画ですが、岡田亮選手がケープは一見野生的に見えるがすごく緻密に考えて頭を使って練習していると言っておりましたね。そして岡田亮選手は3月21日のタイトル防衛戦のためにこの武者修行に来ておりますが、その後の予定としましては4月に決まっている平達郎選手のデビュー戦を見に行きたいと思っているとのこと。そして平達郎選手、外国人の女性は魅力的に見えるとのこと。ダナ・ホワイトとは合ってない。岡田亮選手、おぎちゃん T シャツ着ていたが、まだ欲しがってくる人はいない。そして岡田亮選手は芸人に疎いらしく、今日話題にもたまたま出た霜降り明星を知らないらしいです。ある時からテレビ見るの不毛だなと思って、情報は他のところから入手できるし、と思っていたら疎くなっていったと。しかし沖縄のヨメニーさんという人は知っているらしいです。皆さんが知ってるんですかね、ヨメニーさんっていう方は。有名な。そして大久保選手の強さの秘訣を教えてくださいには、平達郎選手はいつも大久保博正選手を尊敬しすぎていて語るのを恐れ多いというらしく、ではと岡田亮選手が代わりに、毎日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 シュクシュクと練習できるところ、雨が降ろうが雪が降ろうが、それこそ槍が降ろうが、ずっと練習してますからと。これは言葉でいくとさらっとしてますが重いですね。そして平達郎選手は A 型だそうです。 UFC 契約がまだ残ってる翌日、岡田亮選手は沖縄ウチナータイムの平達郎選手に真顔で、おい明日は絶対8時に出るぞと言って、翌日平達郎選手が2分前にリュックを背負ってきちんとスタンバっていたら、実際の出発は8時15分で、それは岡田亮選手が時間に余裕を持って伝えておいたという遅刻しないための作戦だったということもあったようです。岡田亮選手、できる大人ですね。優しい。ちなみに平達郎選手にウチナータイムというと、僕がそうだからって沖縄の人みんなそうだとは思わないでくださいと守ろうとするらしいです。こちらも優しいですね。なんか試合する姿最近見てないので、このプライベート動画ばっか見てると平達郎選手が強いことを忘れますね。普通のお兄ちゃんみたいな感じで。そしてここでまたマネルケープ選手の話になり、岡田亮選手は試合したら達郎が勝ちます、でも賢いね、あれは俺並みの腹黒さだわと言っておりました。そして平達郎選手は昔タラコ唇と言われていたので、イクラちゃんはいいがタラちゃんは好きじゃないそうです。ドラゴンボールと鬼滅の刃は読んでないと。そしてここから別動画なのですが、なぜ平達郎選手が以前から UFC と契約したいとアピールしていたのに、その時は状況が動かずマネジメント会社と契約してアメリカに来た瞬間にそれが叶ったかというところ、気になってる人もいると思うのですが、それについては岡田亮選手、
マネジメント会社社長のジェイソンさんがすぐ UFC に電話してくれて、バン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 話決めてくれる。こっちにいないと多分こんなにやってくれなかったと思う。まず試合の日時、そして対戦相手、その場で全部バーッと決めていった。あの人相当仕事できるね、と。つまりパイプを持ってる人とつながりができて、顔を突き合わせて権限を持つ人に気に入られた、認められたということですね。ダナホワイト代表から直接タイラー達郎選手に目が行き届いていたかというと、今まではそうではないんですが、ダナホワイト代表が信頼している人物を通してということになったわけですね。まあ芸能界でも何でもこういうシステムだとは思いますが、タイラー達郎選手は正直ダナホワイトのコンテンダーに出る気が満々だったそうだと言ってました。でもジェイソンさんはノーコンテンダー、お前は本戦からだよと言われて、岡田亮選手はかっこよかったなぁジェイソンと。そうなんですよ、格闘家の人たちはリングでかっこいいんですけど、それ以外の仕事をしている人もね、こういうかっこいい瞬間があるんですよね。どんな仕事でもそう誇れるように働きたいものですが、でもタイラー達郎選手、コンテンダーシリーズ出る気だったということは、ライジンは最初から考えてなかったっぽいですね。そして岡田亮選手は自身も UFC を目指していたが叶わなかったので、達郎は俺たちみんなの夢を背負ってるよと。そして今話題にも出ていたマネル・ケープ選手、インスタグラムで車中、書類に何やらペンで書き込む仕草、このような写真を投稿しまして、コメントは日本語に翻訳しますと、サイン付きの新しい契約、4月23日にまたマスタークラスで会いましょう UFC ということで、 UFC と新しい契約交わしたようです。はい、というわけで本日は以上となります。で、私ですね、寒いのが本当に苦手で、この季節になると毎回ね、あんま元気良くないんですよ。まあ一般的には日光の照射量がどうだとかね、そういうことも言われておりますが、私的にはただただ寒いのが嫌いみたいな、そういうイメージなんで、なので明日から少し休ませてもらうか、アップするとしても少しですね、配信時間少なめでやらせていただこうかなというふうにも思っております。他にもね、ちょっとやらなければいけないこともありますので、というところですね。はい、よろしくお願いします。でですね、中井凜選手、はい、以前に椎茸のホダギ、ホダギっていうのは椎茸、まあ原木に椎茸の菌を撒いて椎茸が出る状態にしたもののことですね。それをハンマーで叩くと、通常のものよりその刺激で椎茸がニョキニョキ生えてくる、生えやすくなるということを実際に動画でやってたんですが、現代でここまでついに科学っていうのかな、進んだかという話なんですが、なんとですね、これの最適解、はい、発見されました。どのようなものかと言いますと、増収方法の条件、まずこのキノコの発生約2週間前にホダギに散水、水をまいて10回ハンマーで叩くと収量が倍増するということです。これなんで20回じゃダメで、5回じゃダメで10回って分かったんでしょうねここの微妙なところね、どうやって分かったのがとっても気になるところではあるんですが、でラストですね、今とんでもないね、最後の一言思いついてしまったんで、本来言いたくないんですよ、言いたくないんですが、やっぱ私もこの動画やってるんで収まりがつかないんで、ラストにそれを言わさせていただいて終わっていこうかなというふうに思っております。高評価、チャンネル登録して通知をポチッとオンにして、また聞いてね。嬉しいたけ